はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、高速道路でありえない車線変更を行う車両について詳しく解説をしていきます。冒頭も映像でご覧いただいたんですけれども、突然1台のマーク X が全く後方の安全確認をせずに同時に2車線にわたる車線変更を行い、撮影車両と側面衝突を仕掛けたにもかかわらず何の挙動変化もなくそのまま走り去るというような危険な運転を記録した映像となっています。こちらの映像はあやとサロンの方に提供していただいたものなんですけれども、高速道路の本線上で、それも後方を全く顧みない車線変更によって、非常に恐怖を感じた瞬間であったということで、貴重な交通資料映像として生かしていくために公開させていただきました。当該映像の中では追い越し車線から角度をつけながら一気に2車線の車線変更を行うというような明確な道路交通法の違反を犯したドライバーによる重大なインシデントであったといえます。もし万が一このマーク X が撮影者の車両と側面から衝突していた場合、高速道路の本線上ということで後続車両の追突も含め重大な交通事故に発展していた可能性が極めて高い事例となっております。こうした後方の安全確認を行わないドライバーというのは意外と高速道路を走行していても多く、基本的に追い越し車線から第一走行車線まで全く減速せず、ある一定の打角によって車線変更を行う車両というのは重大な違反行為である連続した車線変更を継続して行う可能性が高く、こうした挙動を取るドライバーもしくは車両に出くわした場合については自社を認知せず安全確認を行わないままこちらに向かって飛んでくるであろうという予測を立てて運転する必要があります。実際こうした場面にいざ自分が出くわしたとなると瞬間の出来事ですので、どのような対処を取ればいいのかということについてはなかなか判断しかねるという場面も多々あると思います。我々プロドライバーも高速道路を走行中にこうした運転に巻き込まれるという場合もあるんですが、そうした場合については自らの方に急激な車線変更を行うであろう予兆が見られた段階でクラクションを鳴らすという対策を取っていただければと思います。クラクションは乱用してはならないということを教習所でも教わっていると思うんですけれども、そもそも警笛、つまりクラクションは何のためについているのかというと警告音を発する装置全般のことを指します。この警告音というのは具体的にどのようなものを指すのかというと、クラクションを鳴らすことで自社の存在を他者に対し認知してもらうというような、ある意味では自分の存在を他の交通に対し知らしめることを目的としています。道路交通法第54条警音器の使用に関しては第2項で規定されている通り、道路交通法第54条第1項各号で示される警笛区間を通行する際には必ず使用しなければならず、それ以外の場合においては危険を防止するためにやむを得ない場合以外には使用してはならないとあります。今回の事例におきましてはまさに高速道路の本線上において他の交通と接触するということを避ける危険を防止するためにやむを得ず吹聴したということが該当する事案となっておりますので、使用に関して何ら問題はありません。最近はクラクションを鳴らしたことによる交通トラブル等も多数報告されておりますけれども、車本来の目的としてクラクションというものは危険を回避するためやむを得ない場合において法律によって使用が認められている装備ですので、こうした場面においては何ら躊躇せず自社の存在を知らしめるために必要最低限使用するに限っては全く落ち度のある使用方法ではありませんので、安心して使用していただければと思います。万が一そうしたクラクションを鳴らしたという段階で交通トラブル等や煽り運転が発生した場合は、その映像をドライブレコーダーにおいて記録していればクラクションの使用範囲が適切なものであるということがすぐに分かりますので、言いがかり等をつけられた際には警察官に当該映像を提出するという対処法を行っていただければと思います。ただ闇雲にクラクションを鳴らしてしまうと当然レベルの低いドライバーを逆上させるというような可能性がありますので、使用に関しては自社の存在を他者に対し認知してもらう必要最低限の長さでクラクションを鳴らすということを心がけていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の映像はこちらで以上になります。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は高速道路の本線上において2車線を一気に車線変更する危険なドライバーについて詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではアイトでした。おやすみなさーい。